皆様お疲れ様です。松戸のひかるです。本日の動画なんですけども、まあね、今週末 LRT 生放送を控えておりますんで、まあ今までねずっと放置してきたペンダントの宝石なんかをちょっといじっていこうかなと思います。で、まあ宝石ってちょくちょく新規宝石、まあ新規ペンダントで追加されてるんですけども、やっぱあれ結構エッセンスとか使うじゃないですか。なんで、まあ僕なんかもやっぱエッセンスが全然なくてずーっと放置してたんですけど、まあさすがにね、まあ LRT ベスト8、またファイナルってね、続いていきますんで、そろそろやらなきゃいけないなっていうことで、今回はちょっと手をつけていきたいなと思います。でね、動画見てくれてる中、動画見てくれてる人の中にも、やっぱその、同じように宝石全然手つけられてないよみたいな人はね、多々いると思うので、まあこの動画見てね、まあどれぐらいの量が必要なのかとかね、あとはどんぐらい CP が伸びるのかとか、まあその辺参考にしてもらえたらいいかなって思います。まあ参考になるかわかんないですけどね。というわけで、まあとりあえず現状をまず確認していくと、こちらですね、ペンダント。僕のキャラなんかで言うと、一応、この辺まではこの花びらの舞ぐらいまでは、この宝石の 98% とか、まあ 95% 以上で、この刻印効果、一番マックス取れるんですけど、この花びらの舞のところまでは、一応宝石のパーセントを取ってるんですね。で、これに関しては普通に交渉で宝石作って、まあ、刻印ポイント貯めてって ZR 宝石を取って刻印したっていうだけなんですけど、で、これをあと1、2、3、4、4箇所分、4箇所っていうか4つ、4周、かけ8かな。この4種類のペンダントがあって、それぞれに宝石が8個入ってるんで、これをまずは、95%?取っていきたいなーっていうのがあって、これ 95% にするとこの一番下の数字がつくんで、まずはこの 95% を取るためにひたすら宝石を交渉で作って、この刻印ポイント500貯めて ZR 宝石を取って 95% のこのステータスを取っていくっていう作業をやっていきたいと思います。それが1、2、3、4箇所ですね。計32個をやっていきたいと思います。で、これに関してやっぱりその、まず宝石を作るための素材を集めなきゃいけなかったんですけど、ひたすら手動で集めました。で、こちらですね、宝石細工の消耗品のところから、まあ、こうやって各宝石じゃない、各ペンダントの宝石、UR の宝石になるんですけども、作れるのが。で、これを作って、いっぱい作って、刻印ポイントを貯めて 95% を取るっていう。で、この宝石を作るためのこのオービタル水晶。これ僕今ちょっと数字見えてたけど、2000今溜まってるんですけど、これ全部手動で集めました。2024か。
まあ箱開けたりも多少あるけど、2000ぐらいは手動で集めたと。で、まあ、一応参考程度に話しておくと、これって、あ、これですね、オービタル水晶。1回掘るのに 1000AP なんですよね。で、1000の、素材に対して、この箱を使うのはもったいない。例えば、これ手動でまあやってて、失敗するとするじゃないですか、グッドとか。でも、失敗したとしても、ダメージが1000で済んでるんですよ。でそれを仮にエリクサーの草とかで例えると、エリクサーに必要なこの草って4000かかるんですよ、 AP が。でこういう AP の消費が高いものに対して箱をなるべく使うようにっていうのがまず前提にあって、で、このオービタル水晶1000なんで、さすがにこれに箱使ってらんねえよっていうことで、もうひたすらね、手動でやって、頑張って2024集めたっていう感じです。で、もう一つ言うと、この真珠岩。これも、手動で集めました。こっちの真珠岩は、パールパウダー作るための素材になるんですけど、パールパウダーは宝石を研磨する。まあ、宝石のレベル、超越とか含めると100までいくんですけども、そのレベル上げするのに必要なパールパウダーっていう素材を作るための真珠岩。これも、ひたすら、なんか数字が4桁までしか表示されないっぽいけど、ひたすらこれも手動で集めて12000食べました。まあ、計算したらおそらくこれもこれもこれぐらいあれば、4箇所っていうか32個の宝石分足りるかなっていう計算なんですよね。まあもし足りなかったらちょこちょこまたやればいいだけなんですけど、いうわけで早速、まあ、やっていこうかなと思います。で、まずは、そうだ、宝石。これか。あ、違う、これだ。勝利の栄光からまずやっていくか。で、勝利の栄光。この上2つに関しては、素材が5個必要なのかな。でこっちの下6箇所に関しては3個で作れる宝石なんですけど、まあ、とりあえずこれを UR の宝石が交渉で作れる。で、UR の宝石でこの現在の値より低いものが出た時にこのポイントがたまるんですけど、で UR の宝石で今これ 80% ついてるんですけど、例えば 76% とかずっとその辺の数字が出てれば、この30っていうポイントがずっとたまり続けるんですよね。でこの今ついてる 80% を超えちゃうと、その新しいパーセントが適用されるから、その時のポイントはつかないんですけど、なるべく低い数字でどんどん貯めていくみたいな。一発だから一番最初に LR の宝石とかあったらそれをぶち込んで高い数字を最初につけとけば、あとはもう UR とか低い数字が結構出やすいからそれでポイントを貯めるみたいな感じですね。で UR の宝石だと30貯まるんで、ストレートに行っても17個は必要になってくると。31が3、3421で510なんで、まあ、だから17個はとりあえず最低必要と。こっちに関してもそうですね。
って基本全部一回 UR で刻印しただけっていう状態なんで、なんでまあ10とりあえず18ずつぐらい作ればいいかな。多分17ストレートでいくってことはほぼないと思うんで、まずは18ずつ作っていこうかなと思います。でこの上2つの PVP 系のところに関しては別なんで、とりあえずこれだけで18、18の36かを作っていこうかなと思います。名前忘れちゃった。勝利の栄光か。そう。で、これが、まず、下6箇所に関しては、この3で足りるんですけど、エッセンスとこのオービタル水晶だっけ？で、上2つの PVP 系のところに関しては、素材が5個必要になってくるっていう感じですね。必要 AP もその分ちょっと変わってくるのか。で、上が36か。一旦36作ると。で、これ多分大成功とかもするんで、めんどくせえから20個ぐらい作っちゃえって、あ、20個ずつで計40個作っちゃえとかってやってると、大成功した時に数増えちゃうんで、素材を持て余すことになっちゃうんですよね。だからまあ、ギリギリ必要分ぐらいでとりあえず作ってって、大成功したらまあラッキーぐらいで、とりあえず作っていくか。あ大成功するとか言ってて一個も知らなかった。まあ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 、これメールには入らないか、さすがに。で獲得時間じゃないですか。で、これを、一旦、半々で、17、まあ、18、18で、一旦作っていこうかな。で、これを、こっちからやるか。自動刻印でひたすら埋めていくと。で、この今の数字より高いのが出ちゃうと、こうやって新しい刻印効果っていうのが適用されて、この刻印ポイントたまなくなっちゃうんですけど、おう、この時点でもう1個足らん。要はこの数字を上回らないように、どん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 低い数字をここ、また更新してしまった。数字が更新されないような感じでこの刻印ポイントをどんどん貯めていくと。で、この ZR 宝石は 95% 以上確定なんで、おお、 94% まで来たのにもったいない。で、一応まあ420で着地したんで、あと3個作って失敗をすれば、まあ、この ZR 宝石取れて 95% 以上になりますよって感じですね。まあ、ついでにこっちもやっちゃいましょう。だ、とりあえずあとこれを3個は作るでしょ。でもね、同じ感じで、この 1% だけで更新されるっていうのはちょっともったいないな。うわ、まただ。たかだか 2% 上がっただけで。で、一番理想は、この UR 宝石で刻印してるときに、この 95% を超えてくること。そうすれば、もうそこで終わりだから、それ以上作んなくていいっていう風になるんですけど、で、こっちも2個足りないから、5個か。間違えた。これを5個作ると。
で、3の2だったよな。必要数が。で、これで、ここに関しては、更新されなければ終わるっていう。OK。で、これで510ポイント貯まったから ZR 宝石が取れて、で、これを埋めると 95% 以上確定なんで、ここにも上がり幅書いてますけど、か。ZR 宝石を使うと 95% から 100% の間でつくんで、この 95% のところのステータスも取れるよって感じですね。98%。これで 100% って見たことないんだよな。で、まあ、こっちもやっちゃいましょうと。おっ。うわ、おい。寸止めやめてくれよ。もう一個作んなきゃだ。っていうね。まあ、こういうことも起きますよと。これね。ここのやつね。これで一個作ったときに大成功とかしたら、またそれはそれでいらねえよってなっちゃうんだけど。まあ、そこはしょうがないですね。もしなった場合は。これで、ここも。で、これね、自動刻印のがね、ちゃっちゃちゃっちゃいって早いんで、自動刻印で一気に全部やることをおすすめします。こっちね。お、98%。はい。で、上二つが、この、一番下のステータス。95% で解放されるところまで取れましたっていう感じですね。で、これを今この上2箇所やったから、あと残りのペンダントも含めて、30箇所か。30箇所分やっていきたいと思います。で、今ここでどんぐらい使ったっけ？最初18、18作って、追加で5、6。40か。20。まあ、1箇所約20個で見とけばいいかな。なんで、2、6、12で120個分。下の方についてはちょっと作っていこうかなと思います。120。そんなに必要か？で、AP がもうさすがになくなってきたんで、ここは補充。まだね、いっぱいあるんですよ。いっぱいあるっつっても、これは結局エリクサーとかやり始めたら、すぐなくなっちゃうんですけど。20、20じゃねえや。20ずつね。勝利の栄光。こっちが PVP 系のやつで終わったんで、120個っていけんのか？マックス66。まあいいや、66作るか。120ね。大成功しなかった。これはきつい。8万ぐらいやっとくか。53。一回くらい大成功するでしょう。しなかったり。いない。これ確率低いんかな。全然しなかったな。まあいいや。とりあえずこんなもんにしといて。
はい、こちらですね。まずは20ずつぐらいでいっといて、20ずつでもワンチャンやりすぎるパターンがあるから、1箇所ずつやってった方が良かったかな。これ横着しすぎてるか俺今。まあいいか、ちょっと無駄しちゃうとあれだから。今回はね、あくまでね、動画撮ってやってるぐらいだから、ハウトゥー動画的な感じにしたいんだよな。とりあえず20で。これストレートに行けば600分は貯まるんで、ポイントがね。まあ行くことほぼないんですけど、だいたいこうやって更新入るんで。あとはこの 84% を上回らないことを祈りつつ、刻印ポイントが貯まるのを眺めるという。まあ、入るんですけどね、絶対。更新。まあでも20あれば大体行くでしょう。あ、逆に余っちゃったか。余るなあ。あ、余らなかった。ピッタだ。ちょうど。やっぱり18ぐらいで収めといた方がいいかな。ワンチャンストレートに、ストレートじゃないけど、20で持て余すパターンあるな。僕は結構横着しちゃうところがあるから、もう一気にこんぐらいやっちゃえばいいやっつって、やっちゃうんですけど。運が悪ければね、運がいい、運が悪い。どっちと言っていいかわかんないけど、いう低い数字ずっと引き続ければ、サクッと刻印ポイント貯まるから。あ、ここも、あー、一個持て余すな。あー、一個持て余しちゃった。もったいないことした。っていうことになりかねないで、もったいない。AP も素材も無駄にしてることになるから。なら、まあ、ギリギリの数字でとりあえず、行った方がいいのかな、やっぱり。20は作りすぎか。18、19あたりで作っていくようにしよう。次から。いちいちね、作ったりする画面に移動してやんなきゃいけないっていう手間はかかるんですけど、まあね、その分ね、無駄になっちゃうところが出てきちゃうから、それ考えればね。うわ、ここも1個余っちゃったな。もったいない。これでもう宝石今2個分無駄にしてることになってるんで。あ、これ作ってなかったか。次からは18個。いや、19にすっか。19個ずつで作っていきましょうかね。いや、でもめんどくさいな、やっぱり。やっぱり20個くらいで、もう1個くらいいっかの精神でいくか。いや、でもな、途中で、まあ、ほぼないんだけど、今ちょうど出ちゃった。こうやって、96% とか引いちゃうパターンあるんですよ。96引いちゃうともう、一番下まで取れちゃうから、実質もう ZR 宝石取らなくてもいいんですよね。まあ一応 ZR 宝石 95% から 100% なんで、この、もしかしたらこれ96を超えるかもしんないけど、96超えたところで、たかだかね、こんぐらいの数字しか上がらないんですよ。なんで、やっぱ作りすぎても良くないな。途中で、今みたいに 96% とかを作った UR 宝石で超えることがあるんで、
やっぱギリギリの数字で作っていく方がいいな。これは横着しない方がいい。間違いなく。あ、で、今、どこまでやったんだっけ？4箇所やったから、あと2箇所ね。黄色と青。黄色と青を、作ると。あれ？てかもうこれも作りすぎちゃってるから、結局もう使うしかないんだけど。まあいいや、黄色とりあえず、18。で、青も18にして、で、この残った3個で足りない分を補えれば、ベストって感じかな。理想はね、こう早い段階で高い数字がついてくれる。それが一番いいんだけど、まあね、そううまくいかんよね。で、ここが今、現時点で1個マイナスかな。このままストレートに行ったとしても。また更新入ってしまった。というわけで、この青で3個必要と。こっちは最初から 82% ついてるから、割とすんなりいきそう。こっちがストレートに行ってくれれば、残ってる宝石で青いの作って、ああ青いのを作って終わりって言おうとしたら更新入ってしまった。というわけで、黄色が1個、青が3個と。で、1個足りないから作る。調理の栄光。あ、AP ない。黄色1個、青3個だったよね。これで事足りるはず。更新が入らなければ。頼むよ。ここで変に 90% とか引くと。あ、よかった。危ない。これでここも 95% までいけたと。ここも OK。これで ZR 一通り揃ったかな。はい。こんな感じっすね。で、次に、こいつらを今度研磨していかなきゃいけない。宝石刻印のこのステータスとは別に、研磨した時のステータスっていうのがあるんで。で、これはこれで今度パールパウダーが必要になってくるんですけど、先にどうしよっかな。先に一通り、あれか。宝石全部 95% 以上にしてって、で、あとはもうパールパウダーひたすら作って、レベル上げていく、研磨していくっていうだけの方がいいか。どうしよう。一応ね、研磨超越終わってるところもあるんだけど、こうやって。まあ、一旦は、
先に全部 95% 以上にしていこうかな。っていうわけで次はこの創造と破壊っていうペンダントの宝石を作っていきたいと思います。同じような感じでね。いちいち AP を探さなきゃいけないのが大変だ。次が創造と破壊って言ったよね俺今。これ勝利の栄光が終わったんで今度こっちっすね。先に上から行こうかな。さっき18-18やってギリギリぐらいだったんだっけ。35とかにしとくか。うわ、これ大成功しないんか大成功しないやつなのかこの宝石は。今んとこ一回もしてないもんな。それなりに作ってるけど。で、まあ、必要最低限17と17で作っていこうかな。1個残し。まあ本当だったらねこの17個一気に開けるのもよろしくはないんだけど。うわっもったいねえ。行ってくれよもうこのまま。さすがに90%は超えてこないでしょう。UR 宝石では。まあ時間があればね、ちまちま一個ずつやってくでいいかもしんないけど、もうちょいね、刻んで、俺みたいにこうやって一気にやんないで、刻んでやっていけば無駄なくできるとは思いますけど、まあ、時は金なりとも言いますからね。というわけで、これ、あ、足りたな。逆に足りたな、こっちは。96%。まあいいでしょう。というわけで、こっちを1個作って、作ってっていうか開ければいいか。危ない箱ギリギリのラインだったな。でこうやって作りすぎないようにしとけばちょうどこと足りるよっていう。やっぱギリギリのラインで攻めていく方がいいっすね。オッケー。めんどくさいけども、よし。で今度下6箇所と6箇所だから10、ちょっと抑えめに16、まあ17個ずつでいいか。 17×6、 17×6、 61が6、67412、102、102個作ろう。これはね、もうずっと今まで私がひたすらサボってたがためにこんなことになってしまってるっていう。あー、これ大成功やっぱりしないのかな。全然しないな。俺、大成功めっちゃすると思ってたんだけど。
え、バグってる？そんなわけないよね。で、今66作ったでしょ？102って言った？うん、やっぱ大成功しないんだな。マジか。16っつったっけ？いや、17ずつか。もう動画だからこうやって一気にやっちゃいますけど、本当だったら一種類ずつやっていった方がいいと思います。こんだけ数やるから、中にはね、さっきみたいに途中で96%とかつくパターンあるから、そういう時にね、持て余しちゃうんでね。この動画見てペンダントいじる人は、真似しないように。まあ一応足りない計算でね、やってはいますけども。うん、まあこの時点でもうこれは足りないと。うーわ、更新ばっか入る。もったいねー。ここは3個ね、黄色が3個足りず、うん、これも3個ぐらい足りなさそうだな。2個だな。現時点で箱自体は5個必要と。うわー、これもまた多分更新入るでしょう。さすがに 77% でこのままストレートに行くとは思わない。ここも3個、今8個足りない。なるべく無駄がないようにいきたいとこではあるが、ここは4個必要と。お、一発目にこうやって93とかついてくれると、あとはもうそのままいけるっしょ。理想系だね。まあ理想は、一番は 95% がつくことはいい、 95% 以上つくことが一番だけど、ここはだから1個マイナスぐらいかな。うん、そうだな。やっぱ17個ずつでいくのが良さげかな。
17個あればワンチャンストレートでいける。うわーめっちゃ入るな方針が。ここが3個。待って、これ種類が多くて分からんかな。ここが3個でしょ。これメモしないとだな。で、青を1だったでしょ。ここが2。紫は？紫が4、3、2、ん？黄色が3なら覚えてんだよな。紫4、3、3か。で、合計で16。この箱をあと16作んなきゃいけない。16。大成功はしないと。これ大成功しないやつなのかな俺が勘違いしてるだけなのか。てっきり大成功してくれるもんだと思ってましたが、しないのかな。こんだけやって大成功しないんだから、しない作りになってんのかな。というかバグなのかわからんけど。もしペンダントの宝石ちゃんと大成功しますよっていうのがあればコメントで教えてもらえると助かります。僕は今現時点でね、こんだけ作ってて一個も大成功してないですからね。よしよし、順当に。ここ怖いな、83% か。あぶれー。おお、99% すごいね。ほぼマックス。98%。あとここラスト。はい。で、ここの創造と破壊ページも一通り開けましたと。次、今度こっちですね。血濡れの夜。ここは上の数字が2つとも低いな。70と78。一旦35個作るか。まず AP 回復。やばいな、 AP 溢れちゃいそうだな。間に合うかな。一旦8万にしよう今回は。あ、大丈夫だ数字見間違えてた。
次が、勝利の栄光と創造と破壊終わったんで、血濡れの夜。で、まず上の2つからいくでしょ。35。17、17で35。17で多分足りるってことはほぼないだろうから。まあここもとりあえずマックスギリギリの数字でいくと。あれ？なんてこった。どこまでやったんだっけ？あれだ。開けたところまでやったんだ。よし。できればストレートに行ってほしいけど、まあ無理でしょう。刻むねえ、やめてくれ、刻むのは。3個。今2回更新入ったか？ってことはこっちは2つかな、足りない分が。そうっすね、2つ足りない。だから5個必要。で1個持ってるから4つで OK。 でこっちが3個、こっちが2個。でこっち側もなんか嫌な予感がするな。大丈夫か？大丈夫、危ない。お、97%、 いいね。よし。でまたこの下6箇所をやっていくと。でさっきが17個ずつ行ったんだっけか。18、 いやーやめとこう、刻もう。やっぱ無駄にするのは良くないから。刻む方がいいな。43。さっき100何個つったっけ。102か。105個ぐらい一応作っとくか。
いや、いいや。まあ、一旦これでやっちゃっといて。で、また例のごとく17個ずつ。本当なら1個ずつ刻んでやる方がいい。ここが横着するんで17個ずついきます。あ、頼みますよ。お、一発目で93がついたのはでかいぞ。で、ここは1個足りず、ここは結構足りなさそうだな。数字が低いとやっぱね、こうやって更新が入りやすいから。でも割と順調に低い数字を引き続けてる。ここも1個足らずで済んだな。順調順調。青はもともとの数字が 89% って高いから、ワンチャンストレートでいけそう。17個で。頼むよ。うわ、ここで入ってしまったか。うん、まあやっぱ17個ずつぐらいがちょうどいいかな。この感じだと。ここも、お、ワンチャンいける。おー、ナイス。ここはこと足りたと。ラッキー。ラッキーなのか、ちょっとあれだけど。ここは 64% だから、多分相当少ない。少なくなりそう。81% じゃまだ更新入りそうだもん。94%、惜しい。というわけで、ここはすごい少ないな。4つ、4個は必要ね。水色は4個必要。ここはどうでしょうかね。1個足らずかな。
オレンジ、ホタラズ。で、箱を8個作ると。8体分の8個。これだよな。もう大成功しないのはもう分かったから。で、白1個、オレンジ1個、水色が4つ。で、紫と青が1個ずつ。で、足りるはず。よし。怖いよな、83%だったからな。うわ、95%、最低値引いた。まあまあまあでしょう。よし、これでここも一通り全部上げ終えたと。あとはこれだね。なんて読むかちょっとわかんない、この漢字。なんとかく冬これなんて読むの、この漢字。これもまた同じ感じで作っていきましょうかね。なんて読むんだろう、これ。うずく冬？違うか。そんな簡単な感じじゃないか。なんて読むんだろう、気になるな。34。いや、一旦35作る。え、本当に大成功しないんだけど、大成功しないっていう作りあるか？なんか怪しくなってきたな。バグってんじゃないの？そんなことないかな。まあ、バグだとしたら、もうこの動画にちゃんとこうやって証拠を収めてるってことだから、それはネトマさんにね、今後ぜひとも直してもらって。大成功しないってことある？大成功するやつとしないやつって、限られてんのかな？そんなことないよな。それだったらさすがに注意書きあるよな。でも今までそういう報告一切ないってことはそういうもんなのかな。これが3個ね。覚えとかないと。こっちはどうかな。今もう 88% ついて、88% ついてるから、さすがにもう更新入らないだろうって言おうとした瞬間に入っちゃった。というわけで、こっちも3個。3、3で6。だから、あと箱を5個作ればいいな。
大成功しないやつで3個ずつね。おそらくね、上位の方はね、みんなもうこの辺はちゃんとやってるんでしょうけど、やっぱりね、この素材を集める作業と今こうやってやってるこのちまちまさ上げてる作業、これやっぱね、どうもね大変でね。で、後回しにしてた結果LRT 直前になっちゃいましたよっていう感じなんですけど、僕の場合はできる人はね、日頃からちゃんとやっておきましょうっていうことで、あとでね、102個じゃ全部絶対足らんよな。まあいいや、今のところね、あんまり無駄なくやれてるから、同じ感じで、一旦は。やっぱり大成功しないね。あれ待って、計算が狂った。オービタル水晶が足りない。あれミスった。あれおかしい、足りてなかったどうしよう、予定が狂っちゃったな。まあいっか、じゃあ足りてないからしょうがないから、これはまた後日動画外で作って自分でやっておきますマジか、計算狂ったな。あれ、ちゃんと計算してやったんだけどな、こと足りるはずだったんだけど、何で計算ミスったんだ、分からんな。まあいいや、すいません、ちょっと今手持ちが足りないようでして、中途半端、動画内ではちょっと中途半端になってしまいますが、一応まあやれるところまでやっちゃおうかな。ってことはまた素材集めしなきゃだ。なんてこった。まあでも一旦は流れ分かってもらえましたよね。こういう風にやって宝石のポイント、刻印ポイント貯めて ZR の宝石取って、ここのステータスを取るんですよっていう、一旦の流れは見せられましたよねちょっとね、気持ちよく全部 95% 以上にしたかったんだけど、計算ミスってました、足りてなかった、素材がおかしいなぁ今からね、ホリホリしてやるってなるとまたね、時間かかっちゃうから、さすがにやんないですけど、この動画の中では。ミスったなぁ、
こんぐらい上がりましたっていうのを最後にちょっとねやりたかったんですけど上がりきらずで終わっちゃうな、これだと。上がりきらず、上げきれずか。残念。あれかな、大成功することを見込んでの数だったかな。なんで間違えたんだろう、計算わかんないな。こんなに足りないとは思わなかったな。まあまあまあ、一旦とりあえずこんなもんにしちゃって、次は今度あれだね、パールパウダー、しこたま作って、研磨していくって感じかな。で、今、パールパウダー3案しかないんで、これも、ちょっと作ります。で、パールパウダーが、これまたね、厄介なことにね、このエッセンス、しこたま必要なんですよ。で、一応今、この、手持ち分の真珠岩で、まあ、4000ぐらいは作れる分あるんですけど、4000作るには、エッセンスも8000必要なんですよね。で、今俺1255しかないんで。で、これは、一応洗濯のエッセンス箱が、僕ずっと使ってない、ずっと使ってなかったやつがあるんで、結構溜まってるんですよ。これ。6400。5000しか開けらんない。まあ、マックス全部いっちゃってもいいかな。うん。まあ、魔法付与とかも結構やってるし、錬金もいっぱい持ってるし、魔法付与7000持ってる、錬金1万2000、火事1万2000、うん、もう全部いっちゃっていいっすね。ちょっと箱あれだから1個残しするけど。これであとはもうひたすらパールパウダー作って、研磨していくっていう作業に入ります、今から。あれ、これお気に入り登録しとくと早いっすね。あと星つけて、それを今気づくという、失礼しましたとりあえずこれでしこたま作っていく。これは多分大成功すると思うんだけどな。ああ、こっちは大成功するね。15、まあ、スズメの涙かもしんないけど、今からしこたま作るんで、まあ、チリツモでね、それなりに大成功した分も乗っかってくるでしょう。はい。うん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 。ありがたいありがたい。で、パールパウダーに関しては別にもう作りすぎても問題ない。要は超越がまず追いつかないはずなんで、でなおかつペンダント自体も定期的に新しいの追加されるわけじゃないですか。っていうのもあって、パールパウダーはたくさん持ってても全然だから、素材分は全部作り切ろうかなとは思ってます。
にしても大成功が結構渋いですね。こんだけ作ってるのに。AP もだいぶ減ってきたな。あんなにいっぱいあったのに。まあ、まだサブでもあるんですけど。AP ね。うん、なんか大成功の数がどんどん減ってきてる気がするな。まあ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 、こんなもんですか。あとまだいっぱい作れるな。集めた素材分はもう作りきっちゃうか。やっぱりこんだけありゃ十分だろうとかって思うけど、なんかやっぱだいたい10前後ぐらい、マックス作って10前後ぐらいの大成功の回数だな。やっぱ確率はある程度決まってんのかな。でその上でさっき宝石が1個もできなかったっていうのは、宝石に関しては大成功しないっていう考え方でいいのかな。じゃないとおかしいっすよね。あんだけ大成功しないの、あんなに作って。それが仕様なのかバグなのかっていうところ。さすがにバグだと思いたいんだけど、どうなんだろうな。ロースピリットさん17、おめでとうございます。これ今ね、配信じゃないから、直接声が届かないんですけども。今日は録画でやらせてもらってます。そろそろエッセンスが尽きてきたか。もう開けられるエッセンスがないかな。おそらくないんですよね。あとはまあ釣りとかをしてエッセンスを確保するぐらいしかないかな。結構いっぱい持ってたつもりではあるが、結局こうやって足りなくなっちゃうんですよね。うん、ないな。あとどんぐらい作れんだろう。だけだな、あと241。エッセンスがちょっと足りなかったということで、一応こんなもんですよね。4000近くパウダー貯められたと。
であとはこれがどこまで研磨できるかってとこっすね。で研磨するところの優先順位としてはまずやっぱりこの上2つの PVP 系のステータス、この要はレアスキルダメージ減少と減少無視だと、こっちで言うと PVP クリダメ減少とクリダメ減少無視で、右のこれに関しては防御 HP が上がります。でまずはここをやっぱり優先して超越と研磨をしていくのがいいかなとは思います、個人的に。でその次にどこを上げるかっていうと、まあ人それぞれ変わってくるんで、ここがいいっていうのはあんまり言えないですけど、まあ、個人的にはこの辺の攻撃 HP、 あとはここかな、 HP 防御クリテ弾力、まあ、この辺を次に上げていくといいんじゃないかなとは思います。でまずはとりあえず一通り上げていきますけど、僕は今でここに関しては超越だけはやってたんで、あと上げるだけっすね、レベル。うん、それなりに上がる。これ足りるかな、そこがちょっとまず問題なんですけど。一旦ね、宝石数字いくつでもいいから埋めておけば、研磨はとりあえずレベル10まではできるんで、そっから超越でどこまで伸ばすかなんですけど、まあ一旦は一通り研磨してって、足りるよな、足りるよな。ちょっとそれも怪しい気はしてきて、あ、ここは上げきってんだな。パールパウダー足りるよな。パールパウダーの計算も間違ってたらちょっとあれなんだけど、おそらく足りるはずなんですよね、これも。計算が間違ってなければ、さっきの宝石みたいに。うんで、一旦ここも終わった。でこの上2つのやっぱ PVP のところに関しては数字の上がり幅がでかいんですよね、この下の6個に比べると。で一応まあ超越に関してはこの超越石を2個使うんですけど、まあその分 CP の上がり幅がでかいと。で下6つに関しては超越石1個でいけます。で今更言わなくてもみんな分かってるか、さすがに。残りが 800?600 ぐらい足りるよな。あ、え ?700? あれ?これもしかして足りない?大丈夫か?いや、足りるか。足りるな。一応パールパウダーも、パールパウダーも、パールパウダーはだな。パールパウダーは一応こと足りたかな。223。あ、うん、こと足りてなかったですね。一応こっちにもアリスのやつがありました。まあこれに関してはちょっとあれなんだけど、自力でこのアリスのペンダントの宝石作れないんで、こっちはまああくまでも研磨だけになっちゃうかな。そういえばアリスもあったな、忘れてた。
ラッキー 90% ついた。で、あとは一旦はいいかな。で、ちょっとこっちの分計算してなかったから、ちょっと研磨するパールパウダー結局足りなくなっちゃったけど、まあ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 、一旦ねこっちの分もあるからあれなんですけど、まあ一応こんな感じで数字は伸ばせましたってとこですかね。あとはまあエッセンスちょっとね、もうちょいあの釣りとかしてエッセンス集めて、まあさっき上げきれなかったここの部分と、あとこっちのパールパウダーを手に入れていきたいかなってとこですね。あとはまあペンダント強化とかあったけど、まあ、ペンダントの強化に関しては正直伸びがねそこまでなんで、まあ無理にこいつを作ってやるってことはしなくてもいいかなって感じしますね。そこに回す AP を他のエリクサーとかね、そういうところに回した方がいいんじゃないかなとは思います。で、一応今のこの動画の中でペンダントに関しては、元が12252で、今ペンダントが14993なんで、270万ぐらいは上がったのかな。もちろん上がったかもしれないですけど、225万8000。うん、まあ300万いかないけど、300万近くは伸びましたかね。まあもうちょい伸ばせそうではあるんで、まあね、生放送控えてますんで、最後また追い込みかけたいとは思います。というわけでね、ペンダントの宝石に関して、まあこういう風にやるんですよっていうことで、今回はこの辺で、まあ参考になったよっていう方はね、ぜひとも高評価、そしてチャンネル登録、あとはね周りの方に宣伝なんかもしてもらえると嬉しいですんで、よろしくお願いします。ではでは、この辺でお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。